どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということでね、今回は97話に魔女が言ってた、明日は特別でも何でもない、だからこそ特別足りうるっていうね、このセリフについてちょっとお話をしていきたいなと思います。この特別ではないというところから考えると、まあ明日がね、特別ではないっていうふうに捉えるのがまあ普通じゃないですか。で、この特別ではないっていうところで、その特別ではないっていうのは、明日が魔力をないっていうふうな意味合いなのかっていうふうにね、ちょっと最初は思ったんですけど、実はそうじゃないのではないのかっていう風にねちょっと考えてるんですよね。それっていうのが、まあ、クローバー王国というかこのブラッククローバーの世界では魔力を持っているのが普通なわけじゃないですか。でその中でアスタがそもそも魔力がないってなると、なんか逆にアスタって周りは魔力持ってない、自分は魔力を持ってないわけじゃないですか。って考えたらアスタは唯一一人魔力を持ってないというふうに考えると、なんか特別じゃないっていうよりはなんか特別っていう意味の方がなんか正しく見えますよね。まあだからこそ特別足りうるっていう風にもつながってくるのかもしれないんですけど、そうではなくて、この言葉の裏には実はアスタの人物像というか、アスタはもともとこういう人物だったっていうのがしっかりと意味しているのではないのかっていうふうに思うんですよね。まあこの伏線の中での話なんですけど、じゃあこの特別ではないっていうのはどういう意味なのかって考えたら、まあこのクローバー王国の中で考えたら、クローバー王国の中で特別視されてる人物たちっていうのはやっぱり王族とか貴族とかそういう上流階級の人たちっていうのは、まあそもそも位が上っていうのもあるし、魔力も膨大っていうところで特別なわけじゃないですか。この辺考えると魔力をいっぱい持ってる、魔力、膨大な魔力を持ってるイコール特別っていう風に考えると、特別ではないってことはアスタもそこに同じようにいたけど、アスタはその魔力をいっぱい持ってる特別な側ではなく、魔力がない人物だったっていう風に繋がってくるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。でこれっていうのが、その魔女がお前は特別でも何でもないっていう前のセリフで、突然変異によって魔力がないただの欠陥品だみたいなことを言ってたんですよ。ってことは突然変異で魔力をなくしたと、まあ、今までの僕の考察からちょっとずれてしまうんですけど、まあ、アスタはねこの人為的に魔力をなくされたんじゃないかっていう話をしたんですけど、まあ、このアスタがね突然変異によって魔力を失っていたと考えると、その王族の中に、この王族の中にアスタっていう、まあ、赤ちゃんが生まれたと。王族といえば魔力をいっぱい持ってる、魔力をいっぱい持ってて特別っていう風になってるのに、そこに生まれたはずのアスタは魔力を持ってなかったって考えたら、魔力をたくさん持ってる特別な側ではない人間として生まれてきてしまったのではないのかっていうふうに思うんですよね。でまあその結果ね、コメントでもいただいたんですけど、まあ、魔力がないから捨てられたんじゃないかっていうところでね、まあ、それのねコメントをいただいて、ちょっとこれの残り一歩みたいなところにちょっと組み込めたのかなっていうねところなんですけど、なんかねそう考えてみると、やっぱアスタって王族だったのではないのかっていうねところって、前の何個前かの動画でアスタの本名アスタクローバーなのではないのかっていうね話をしたんですけど、そこともねちょっとリンクしてきますよね。だってクローバーってルミエルの名前なわけじゃないですか。ルミエルシルバミリオンクローバーっていう名前なわけで、でこのクローバーっていうのは今クローバー13世がね国王をやってるわけじゃないですか。でバリバリ王族ということで、このアスタがそのクローバー家に魔力がない特別ではない人間として生まれてきた。で魔力がないことによって最果ての村に飛ばされたと。でまあこのねクローバー13世がアスタを見てそれも知らんかったっていうのは、やっぱ魔力がない人物やからもういなかったことにしようみたいな、このクローバー家にそんな人物はいなかったっていう風にしてるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。まあそもそもね、そのクローバー13世の子孫っていうか、その家系かわからないですよ。クローバーって言ってもね、やっぱルミエルたちからこうどんどん枝分かれしていってるわけなんで、多分クローバーってつく人物に関してはね、そのクローバー13世以外にも多分いると思うんですよ。まあ、親戚みたいな感じですよね。多分クローバー13世の親戚みたいな。だから宗家と分家みたいな。だからそのアスタっていうのは分家側の人間なんじゃないかなっていう風にね、思うんですけど、まあこの特別ではないっていうところに関しては王族で生まれたのにもかかわらず、アスタっていうのは魔力を全く持ってない、つまり王族っていう地位に生まれたのに特別な位置に行けなかったということで、その特別ではないっていう風な言い方をされてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあこれをねその魔女が知っていたのかって考えたら、まあ、それはまた別の話だと思うんですよ。まあそこで伏線を残してるっていう風に描かれてるんじゃないかなって思うんですよね。だからこそ特別になれるっていうのは、まあ、魔力を持ってない自分だからこそこのアンチ魔法っていうのを使えるようになったと。でそのアンチ魔法っていうのを使ってここから世界を救っていくことができるっていうような意味合いでのこの特別になれるっていうところなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だってまあこのアスタの力をねこうどんどん使っていけば、なんかこの先やっぱね前に1回動画出したんですけど、4つの国が1つになるっていう未来が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱでこのユノに関してもね今ちょっと絶望してる感じのね流れがあるわけなんですけど、そっからねやっぱパワーアップ
ップしてスペード王国にねいて、そこからねユノはやっぱスペード王国に戻るんじゃないかとかね僕は考えるんですけどね、このままなんか魔法帝目指すというよりは魔法帝っていうのを諦めきれないというね可能性はあるんですけど、そんなんでねこのスペード王国を見捨てたらアスタがねやっぱ多分ユノにお前何言ってんだみたいなことを言って、多分ユノをスペード王国に行けよみたいなことを言ったりして、ユノも最終的にねスペード王国に行って国王としてスペード王国をね、まあ、治めるんじゃないかなというふうに思うんですよ。って考えたらこのアスタとユノがクローバーとスペードにいて、このハート王国にロロペチカがいて、多分ロロペチカの呪いもね溶けてこの寿命っていうのも多分伸びると思うんですよ。でこのダイヤモンド王国ですね、ダイヤモンド王国に関してはもう僕の希望になるんですけどね、何の根拠もないんですけど僕の希望になるとマルスがやっぱトップに来てくれるんじゃないかっていうね僕はちょっと考えています。で考えたらね多分今週のねどっかいつかな、次の動画かその次の動画ぐらいに多分出すと思うんですけど、闇ですよね、次の標的が闇っていうところでダンテがね闇を狙ってくるわけじゃないですか。でこのダンテがねどんな魔法を使うのかっていうところでね、まあこれについても闇の動画の次ぐらいかなで出すと思うんです。もうすでにね撮ってるんで多分こっちを先に出してると思うので、その流れ的に考えたらまだね多分公開されてないと思うんでね、そのはっきりは言えないんですけど、このダンテの魔法どんな魔法を使うのかなと思って、多分ね今まで出てきた魔法ではないと思うんですよ。だってこのゼノンがね骨の魔法っていう、骨魔法やったり骨が魔法っていうところで、まあ、今まで出てきてない魔法を使ってるわけじゃないですか。考えたらやっぱこのダンテも今まで出てきてない魔法を使ってくるんじゃないかなっていう思うんですよね。でもう一人のねあの女の子なんて名前かちょっと忘れたんですけど、そいつも多分なんか今まで出てきてないような魔法を使うんちゃうかなっていうふうに思うんですよね。でちょっと思ったのがこのダークトライアドって全員悪魔付きなわけじゃないですか。グルムワールに悪魔を宿してるのか自分の体自体に悪魔を宿してるのかっていうところで、どっちなんやろうと思ってねちょっと気になるところなんですけど、どうなんでしょうね、ちょっとなんかその辺がちょっと気になって、でもなんか悪魔の研究をして自分に悪魔をつけたみたいな多分流れだと思うので、そう考えたらあの3人全員が四つ葉のグルムワールじゃないと五つ葉に変わる3やなこれ3つ四つ葉のグリモワールじゃないと五つ葉にはなれないので、そう考えたらなんかねグリモワールに宿しているというよりはもう自分の体に入れてるっていう可能性の方が高いんかなというふうにちょっと考えるんですよね。まあだってね他の兵士に関してもあいつら悪魔の力をねちょっと分けてもらって戦ってたけど、あれに関してもね五つ葉じゃなかったんで、そう考えたらまああれに関してはね悪魔をつけてるわけじゃないんでまた別の話になってくるかもしれないんですけど、このダークトライアドのグリモワールがゼノンのグリモワールどうやったっけ、打つ手だっけゼノンのグリモワール、ちょっと覚えてないんですけど、もしこれで5人ともね5つ葉とかなったらもともと4つ葉のグリモワールなわけなんで、そう考えたらちょっと相当やばい感じがねしますよね。まあこっからね闇が狙われて闇が負けるのか勝つのか、まあ、勝つ流れはね多分ないと思うんですけど、なんかどんな戦いになるのかっていうのはねずっと気になるところなんで、その辺はねまた見ていきたいなと思います。ということでね今回はこの97話のアスタは特別でも何でもないだからこそ特別足りうるっていうこのセリフについて、その本当の意味っていうところでねちょっと簡単にお話をしました。ぜひねこれについて何か思うところがありましたらコメントよろしくお願いします。ということでね今回の動画が良かったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。